今日はね、紹介するものが実はもう一種類あって、去年のね、10月の半ばぐらいに、ホギを購入して、冬場にね、私が挿し木を行って失敗したんですけども、リサというね、品種、もう一回ね、買い直しました。で、今日ね、さっき届いたばっかりなんですけど、今からね、開封して、土を作って挿し木にしたいと思います。封筒を開けましたら、ラップに直接入ってました。特に切り口のところにペーパー巻いたりとかもせずに、こんなようなね、状態で届きました。少し、茶褐色と白くなってますので、切り戻しが必要ですね。で、3本ね、購入したんですけども、大体ですけど、22センチから26センチぐらいのものが4本入ってます。1本お任せしていただいたみたいですね。から20ランラップから開けたら、もうかなり立派なホギで、見ての通り新芽がついてるんですけど、つぼみの大きさがね、親指と比べても、まあ結構、そうですね、半分ぐらいはあるっていうか、ちょっと自分のね、鉢植えでは見たことがないような大きさなんで、まあ多分親木がめちゃくちゃね、大きいね、地植えの、木なんだなと思います。26センチぐらいあるのと、節がちょっと長いので、ある程度カットしたりとか、先のね、つぼみを切り落としたりとかしてね、ホギにしようと思います。なんでちょっとね、スマホで、今外で撮影してる関係で、撮りながらね、作業はできませんので、こっからね、動画が飛びます。の配合が終わりました。こちらはですね、先ほどロードスを植えてた鉢の硬質赤玉土と、まだ、初めて使用する、金松土をね、ブレンドしました。で、先ほどのロードスの鉢の底には、赤玉土のね、中粒が敷いてあったので、中とね、小粒が混ざってます。で、まあ今ね、パッと見た感じ、多分金松土の方が多く見えてると思うので、ちょっとだけ赤玉土を足して、挿し木したいと思います。外で開封して、そのまま挿し木にするので、いつもやってるスポンジでの洗いは省略します。そこにじょうろがあるので、軽くね、水で流して、ホコリをね、落とす程度で、今回は挿し木に挑戦してみたいと思います。まあ、先ほどの4本のホギから、1、2、3、4、5、6本の、さらに挿し木苗ができました。これをね、挿していきます。この通りですね、節のところで斜めにカットして、ちょっと枝の周りをね、削ぎます。で、これを穴を開けたところに挿していく。で、そんな感じです。枝がね、曲がってるところに節がたくさんある。棒が一本あったんですけど、これは、ちょっと一応土に埋まるところの節っぽいところの芽は全部、カッターで削ぎました。なので、ボコボコになっております。全部で、1、2、3、4、5、6本の挿し木が終わりました。一応、芽が上に向くように挿してますが、これで、今ですね、水をあげて、この、ホギと、まあ、土の間をね、埋めてあげます。で、私足が悪いので、ここにね、トップGMペーストを今塗りたいんですけど、このね、手元にないので、後でね、家族が帰宅した時に家に入ってからね、このトップGMペーストをね、塗ってあげたいと思います。はい、以上でね、今日は、こちらですね、ロードスの挿し木のね、植え替え、および今日届いたばっかりのね、リサをね、すぐにカットして、ホギね、挿しましたんで、これで作業が終わりです。ご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンよろしくお願いします。